芝 1200m の2歳新馬戦、13頭立ての競争です。13頭中6頭がここも単勝図10倍を切っている。人気割れています。まあでも払い戻しを見てもやっぱちょっといつもより若干気持ちなんかついてるかなっていう気はね、思ったよりってなりますよね。とにかく当てることが大事ですよね。今日はね、当てていきたいです。はい、福島5レースです。福島競馬場5レースはメイクデビュー福島2歳新馬戦、芝の 1200m 戦13頭のデビュー戦です。依然上空は一面雲が広がります。福島競馬場風はほとんどありません。馬場状態は芝やや重、ダート重のコンディション。向こう正面の左手ゲートイン、続々と各馬がゲートを埋めていきます。最後は13番アラララララ13番ゲートに収まってゲートイン完了。スタートしました。ポンと13番アラララララ好スタートを切りましたが横に広がっています。内から6番のサニーアール、この馬が出るか。外12番のネムレスクイーン、こちらが一歩前に出ていきました。11番のスグラフィート3番手、1馬身差7番ワイワイサンデー4番手、その後インコース5番のマースフルガール、そして外8番冥王、13番アラララララ上がっていきました。さらには9番のスーパーソニック、さらに外10番のプリマフェーブルも前へと上がっていきました。各馬3コーナーカーブ、4番のシリウスコルト後方から追い上げます。2馬身が空いて1番のカレンナ乙女後方から2、3頭目、外から3番のアクロスザシーズ後方から徐々に上がっていきます。最後方2番のタリスマンで前は3、4コーナー中間、12番のネムレスクイーンが先頭を行き切ってリード体半分、11番のスグラフィート2番手で4コーナーカーブ、その後1馬身半インコース6番のサニーアールです。第4コーナーから直線コースに入りました。その後ろからは8番の冥王が前を伺って上がってくる。さらに大外からは1番のカレンナ乙女、さあ振り切って12番ネムレスクイーン、残り 150m1 馬身半のリード、外からは4番のシリウスコルト、シリウスコルトが一気の伸び足でまとめてかわした。シリウスコルトゴールイン。2着は12番のネムレスクイーンが粘って、3着争いが11番のスグラフィートと、外が1番カレンナ乙女広がっていました。勝ち時計は1分11秒3、4番のシリウスコルトが突き抜けました。2番手は12番のネムレスクイーン粘って、そして11番スグラフィート、大外1番のカレンナ乙女、これら3着争い、勝ち時計1分11秒3、ゴールまでの 800m 47秒4、 600m は35秒7でした。4番のシリウスコルト、マクフィーサンク、丸田恭介騎手突き抜けました。そして逃げて一旦は各馬を振り切った12番のネムレスクイーン、粘っての2着で3着争いが11番スグラフィート、大外から追い込んだ1番のカレンナ乙女、この2頭の3着争い、これは接戦です。その後6番のサニーアール、そして5番のマースフルガール、ここは5着争い、ここも接戦です。今到達中上がって1着4番のシリウスコルト、マクフィーの3区、鞍上丸田恭介騎手決めました。2着12番ネムレスクイーン、3、4着接戦は写真判定。まず勝った4番のシリウスコルト、この後オッズご覧いただきますけれども、はい、うん、今日福島の後半、はい、渡辺義則さんのおすすめレースで1番手推奨上がっていました。人気薄、朝から見てた方は2歳単勝取れたと思います。ちょっと3着ライスかなり微妙なんで、これ2通り、まず4番、はい、12番、3着1番ですとこうなります。10番人気、6番人気、1番人気の順です。単勝4番 27.0 倍、枠連48 19.3 倍、馬連4番12番 91.7 倍、馬単4番12番 211.6 倍、3連複1番4番12番 150.7 倍、3連単4番12番1番 1570.7 倍です。3着が
11番スグラフィートですとこうなります。3着3番人気です。3連複4番11番12番 238.0 倍、3連単4番12番11番 1989.3 倍です。3着争い写真判定中です。確定までお待ちください。